おいしい登山始まるよ。やってまいりました夏のアルプス大作戦、時刻は6時10分となっております。今日はここどこですかね。これ扇沢駅にやってまいりました。いやー便利でしたね、25分ぐらい、いやどんぐらい30分ぐらいかな、30分ぐらい、もうね、でっかい観光バスですごい快適にここまでやってきました。今日はここから親玉ですね。はい、親玉。鹿島槍に行きます。鹿島槍に行きます。はい。キレット小屋に泊まります。キレット小屋に泊まります。はい。明日帰ります。明日帰ります。それでは今日も元気に。行ってみよう。は6時21分、1.1キロですね、はい、登山口までやってきました。熊の目撃情報あるらしいです、カードもいただきました。いよいよですね、いやドキドキしますねあんま興奮したらね息上がるんでね、今ここ標高1170程度ですかね、1180、はい、1180、はい、ここから高度上げていきたいと思います。いやードキドキ、なんでやねん、1350やから標高1350です、この先150メートルは注意やて、150メートルは注意ですって。はい、見ました。はい。注意します。うわすごい。ああすごいね。アルプスってあそこちょっと雪残ってるよ。やっぱりねアルプスはね富士山ほど人でごった返してもないし、かといってなんちゅうの。ああ。空気がやっぱり違うんだよ。あそこ大木沢の駅。なんかね、山に求めるすべてがここにあるっていう感じ。さすが北アルプス。山に求めるすべてがここにある。よう出てくるわ、そんな。本に書いたようなセリフ。なんかこのひんやりとした空気感と。考えとったんか。すごい。美味しい。ガツンとみかん、なんとグミ1個だけね、これアイス型のやつ入ってんで、アイス型わかるこれ。はい、美味しい、かわいいアイス型。ガツンとみかんのグミパンね。美味しい。なんかちょっとひんやりしますね。風が抜けるし、標高が1700ぐらいになってきたんだな、これ。1800ぐらいになってきたんだな。あそこに設計がね、さっきから見えてるんで、そっから吹く風でね、やっぱり電気が。やっぱりあれですね、はい、リピートアフターミー。山に求めるすべてがここにある。ですね。よう考えとったよな。違う違う。出てくるんや、言葉の泉から。言葉が。泉。俺の泉は枯れとるわ。ああいうこと言うわ。駅見岬。この大木沢駅が丸見えやから、そう呼ぶのでしょうか。駅岬。駅岬。はい、7時24分。距離は 3.6キロです。いや、順調に上がってるんじゃないでしょうか。はい、いや、やっぱり通る人が多いから、道もよく踏まれてるし、安心して歩けますね。これ合ってるのかいっていう心的疲労がないだけ、全然いいよね。なんて、ここ道か、合ってんのかみたいなのがないだけ。それ、英語詞だけ。道探しの心配がないからな。そうそうそう。楽や。やっぱりね、いいよね。安心して歩ける。あそこら辺に山小屋があります。屋根に布団を干しといたらようかん。石畳。7時54分。水平道やって。確かに水平や。うまいこと言うね。楽ちん。今だけやぞ。わあ、綺麗やな。何を見ても綺麗。山に求めるすべてここにある。なって言うね。よっぽど気に入ったらしい。こんな道歩きたいやろ。左の端っこのとこ、どこ出てる？まだあれです。時刻は8時43分、距離は 6.7キロ、2時間32分経過。種池山荘、もうね、めっちゃすごい景色やねこれ。時刻は8時55分、休憩し済ましまして弁当一食も食べました。最高。ここに泊まってもさすがに綺麗やろうね。何この金。チングルマなんこれ。チングルマ。チゴグルマとも言ってね、くるくるくるってなんちゅうの、ああいうおもちゃあるやん。いきなり鉱山感出てきた。うまい。でも見てこれ超綺麗なんですけど。すごい。すごい。今からあそこの山に登ります。もうね、震える。なんか別世界に来たみたいな。山に求めるすべてがここにある。ね、行っちゃうかったっけ。合ってますよ、合ってますよ。ちょっと活字になってんで、こっちのせいだ。山に。この右側にはその八ヶ岳だとか富士山の方面が見えてたり、同じ道を歩くのでもこの見晴らしがこんなにいいと、こんなに気持ちが晴れ晴れ広々するもんなんかっていう。天候に恵まれて本当にありがたいですね。うん。このほら山を登って、爺ヶ岳、南方、中方、北方、北方ってあるのかな、で、あそこにこう行ったらすぐやのにな、雲だらけ。ハモったね。時刻は9時33分、8.2キロ、3時間22分。いやいました。あっこが中で向こうが北かな。うん。タッチやね、ここ。はい、タッチ。タッチやりました。はい。もう365度のすごい絶景。365度。それ365日。365度。半径。どっち見ても綺麗。ね。我々がこんな景色見れるって珍しいね。珍しいよ。大体ビヨーとか。こんな違いですよね。時刻は9時49分、8.7キロ、3時間38分です。はい。爺ヶ岳。爺ヶ岳。やりました。あ、じじもっと笑って、じじ。いいね。じじもっと笑って。うるさい。あ、富士山。わ、すごいね、これ。あれか。ああ、もうね、こういう景色が見たかったっていう感じの景色、わかる？こう大きい山からこう人里に水の恵みがあってっていう感じが、ここにちっちゃい、見てあそこから来たんやで、はるばる。もっと向こうやで。そうやけど、あそこまで来るのもしんどかった。そうや。あそこまで来るのがしんどい。おお。なんか見たことないような岩肌なんですけど、なんか工程が長いとさ、ほんまにいろんな角度のいろんな山の表情が見えてすごいね。おお。田んぼがまたすごいのよ。トンボ上々。すごい大きくなってきたよ。おお。登る道が見えるよな。あの木の中にあんのかな。あんのよ。木のとこに立ってる。はい。冷たのっこし、冷のっこし、冷やのっこし。あと4分。10時34分。はい。4キロっていうのは鹿島槍で4キロなんです。そうやろ。うん。冷たい池山荘です。どうやって行くんでしょうか、あの山へ。山荘へは。はい、熱帯ゾーンです。冷たい池に行くまでは熱々ゾーンですよ。はい。全然風が抜けへんし、妙に日当たりいいしね。激熱。10時44分。10.8キロ。10.8キロ。4時間33分。はい。到着しました。これはね、山小屋は見えてからが峠を代表するようなコースでした。もうね、見えてからどんな高かっていうぐらい高かったな。ちょっと休憩入ります。はい、今日の推し、セブンイレブンの皮むきりんご、それとこれスーパーで昨日買った長野県産ミニトマト洗ってきたんですよ。これも美味しい。ちくわもコンビニ優秀。チーズちくわ、チーズとちくわ美味しい。はい、11時1分、11.2キロ、鹿島駅まで2時間半で書いてますね。はい。ということは、あれはきついな。いやー、なかなかね、蓄積してきましたね。一ブロック一ブロックの疲労が蓄積した感じがします。キャノンボール6個を全中往復するぐらいのボリュームあるんじゃないでしょうか。リュウジ監督自撮りしてほしいですね。だいぶバテてますね。まだですか。まだまだです。しんど。いやー、日を遮るものがないんでね、ちょっと直射日光に地味に体力そがれている感じですね。足元もざれてるんで、ちょっと歩きにくいかなって感じの、鹿島槍南方に向かっております。すごい。12時37分、距離は14.6キロ、タイムは6時間26分できました。どうでしたかね。ヘロヘロですかね。ショップ。ヘロヘロです。お疲れ様でした。12時41分。はい。次2時間頑張りましょう。すごい設計が残ってます。頑張れりゅうちゃん。来てはる来てはる来てはる。よこあそこ、あ、これあれやろな。意外と近いような気がする。とにかく下り優先で、下りの人が来たらちょっと脇に避けて休憩します。はい、休憩します。じゃあこういう場合も待っておきます。上から誰も降りてこないけど休みます。もうすぐなんでしょうけど頭がちょっと痛いです。あ、着いた。大丈夫？いや、ほんまや。こんな近く。教えてくれはった。近くに来ていて。嬉しいよね。ほんまに何年ぶりやろ。こんな近くで見るの初めてやわ。マジで。じゃあ。やったね。ありがとね。最後にガランとど真ん中でこう足並みとかしてたりしますしね。いや言ってても気づいてないかもしれない私。13時22分。15.4キロ、7時間11分、1842メートル。はい。そっとタッチしとこう。ライちゃん動かせる。じゃあ行きますか。どっちやね。どっちやね。キレット小屋はどっちやね。ここ一旦下って。はい。分岐ありました。ありましたありました。あ、ここはピストンでいうこと。そしたら。なるほど。下って分岐のところ。ありましたありました。はい。時刻は13時28分、距離は15.6キロ、7時間17分経過。分岐戻ってきました。いやー、鹿島槍国宝のあれ良かったですね、ライトさん可愛かったですね。じゃあここからあとラストに向けて頑張っていきましょう。ここから気を引き締めてね。はい。天気だけはいい。あれが小屋か。どれ？あ、ほらもうすぐ白くなって見えない。ああ、ほんまやほんまやほんまや。あ、これは見えた。オッケー。だいぶ怖いらしいです。言うほど怖くなかったです。えはしご登るんや。まあ登れるけど、こんな下るんって感じ。なかなかのビジュアルやね。もう難所続きです。一瞬あれどこに足かけるんやろこれみたいなのが何か所かありました。ここはまだ分かりやすいんですけどね。もうなんせこの断崖絶壁感がこうふわーって感じになりますね。どうですかね。声怖かったな。頑張れあとちょっとや。プルプル。これじゃなかった。なんだかんだで今2時29分なんで、ほぼほぼ、まあ、予定よりちょっとだけ早く着いたかなって感じですね。結構全体的に巻いたつもりだったんやけど、そんな負けてなかったという落ち着きでした。人がたくさんいるんで、小声でレポートしたいと思います。時刻は14時33分、距離は 16.9キロ、初日無事、8時間22分22秒で終了しました。あ、やりました。イエイイエイ。ああ、疲れた。ふらふら。はい。お疲れ様でした。皇室で着替えてさっぱりして、はい、パーティー始めたいと思います。プッシュ。1000円です。6000円。ガンガン飲んだらいいんじゃないですか。プライスレス。親玉どうやったんですかね今日は。ああちょっとね、怖い。どのあたりがどう怖かったんですかね。もうねぐらっとくるんやねもう。でも序盤は調子良さそうやったん。どの辺からあかんかったん。あれやん。その道が長いとか急やとかそんなんはええねん別にどうでもな。そのここ踏み外したらお尻やのなっていうところ、岩場ゴロゴロな。あの辺がやっぱもうちょっときついな。年寄りがきつい。なんかね、この13年ね、ほぼ毎年アルプスに来ててね、初めて聞きましたね、こういう弱音チックなことをね。いやー、もうなんかこう、足を踏み下ろしたときに、ぐらってくるケースが何回かあって、あぶなーとか思って、怖い。まあ、こういう、俺はこのぐらいがもうそろそろあれなんかなというのも、一つのね、大事なサインなんかもしれないですね。まあ還暦って言ったらねもうそろそろあれやからね。62やでも。急に弱気。まあ人のこと言えないですけどね、ちょっとフラフラしましたけどね。まあでも無事予定よりか30分ぐらい早く、まあ20分早くスタートしたからな。私的には1時間ぐらい早く着くんちゃうかと思ったけど。いや。そうでもなかったね。途中4、50分早かったっけ。早なってんけど、それは最初の走ったしね。種池山荘行くまでの普通の山道、もう岩場になったらもう 0.8 では無理やわ。もう市場かかるな。8掛けじゃもう無理だ。無理な体になったね。上りも下りも8掛けでは無理や。私が前はリュウちゃんより上りが速くって下りになるとリュウちゃんが抜いていったっていうパターンやったけど、最近は下りも落ち着いてこうへんくなってそうやね、こうへんねん。あれかと思ったらね、全然違うお兄さんやったりしてねそのお兄さんと喋りながら行ったりとかしてね、ちょっとあれやね、知らん間に親を越す子供みたいになってしまったよね。誰が親ちゃんちゃん。またこれをね、もうちょっと難易度低くしてだそうです。ポリポリポリ。3本目です。3000円ですよ。兄貴3000円ですよ。ここはりゅうちゃんのおごりですよ。いや。ちょっと家計から3000円は出ませんよ。真っ白です。はい、純ちゃんの数。数ですね。ここが1号室の A、B、C ってバッジが置かれてまして、ね、はい、C には石川県から来られた女性の方が泊まっておられます。なんと日本100名山達成したそうです。すごい。すごかったね。はい、もうやっぱり登山というつながりがあると話も盛り上がりますね。我々の YouTube も紹介させてもらいました。はい、いやー楽しかったですね。はい、ここ本当に清潔で、下に更衣室もありますし、まあ、お水が有料なんで、ここで水汲もうと思ったら300円用意が必要ということですね。おまけに人数が多いときはその水売り切れてしまう可能性もあるらしいので、はい、ここで必ず水が汲めるって思ってくるとちょっと危険かもしれないなと思っておいてもらったら、危険かもしれないなと思っておいてもらうといいかと思います。いざ。はい、どうぞ。いただきます。剣が綺麗だね。もういい感じじゃないこれ。早いね。あっという間ね。あっちゅうまいな。あ、待って。線香花火みたい。吸い込まれるな。ああ。Day2、時刻は5時15分になっております。今日はここから、五竜岳で下山です。それでは行ってみよう。見た目はハードやけど、ここの色はつきやすい、つかみやすい。そこに道が見えてるんで。鎖も使ってね。鎖も使って。はい。ただね、鎖を使おうとすると余計怖いんで。できました。いや、下から見たらなんてことないんやけど、降りるのはやっぱり怖いわ。これっていうもんいかんしゃあない。ペイントあります。だったら水も全然あれやな、減ってこないな。あ、でも飲んだ方言ってな、チリってあるし、はい、あのね、この斜面ほんまに降りるんかみたいな斜面をね、2、3箇所降りたんだけど、ほんまにこれからいうかって下から登るんやったらペイントがあるから6秒登るんやなって分かると思うんですけど、もう鎖がプラーンってぶら下がってるから、あ、行くしかないんやこれみたいな感じのビジュアルで、私正直ちょっと剱岳だけね、下山ついでのイージーな山やというふうに認識してたんですよ。どうもすいませんって感じ、めちゃめちゃ怖かったね。怖かったな。鹿島槍の方がなんか見えるって書いとった。いつもの我々の登山っぽい風景になってきました。何も見えません。本来はもうカーッとね。太陽出てるやん。太陽出てる。よろけてます。これね、登るのはね、全然いけるんやけど、下るのがね、足のかけ場が分かりにくくて、ちょっと怖かったっすね、これ。もうね、いっぱい落石落とされるんで、こういう人の前につけるときは注意ですね。どうでしたか？まあまあやな。まあまあですか、よかったです。ちょっと石庭登ってる山がちょっと見えるよ。あ、でもこの辺とまだだけど、だんだんと晴れてくるんじゃないでしょうか。はい。うわ、真正面なんかめっちゃでっかい山や。わあ、この辺もすごいね。おお。見てこの岩肌のこのまっすぐ続く感じ。降りるだけ結構なるしねでこれ。あんた。そうやな。三大切れてやねんからね。あ、そうだ。そうやで。それは日本百名山のはずよ。うわ、すっごいでっかい山。これもね、ペイントついてるし、登るのはなんてことないんですけど、下るときは選択肢がありすぎて、どの岩にどう足掛けてんか、パラ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 って落ちますよね、石がね。これやってる方は超怖いんですよ。まあ普通やなって言うんでしょうか、これ。どうでしょうか。感想聞いてみましょう。ゴールです。ゴール間近。どうでしたか？おお、怖。カット。うん。いや、あんなとこないか。いくやろ、わからん。そうやな。万歳。あ、ここ取れるかな。竜いいね。すごい。うわー、すごい。うわー、万歳。ここ持ってごらんよ、ここ。うわー、すごい。いや、もうすごいよ。あ、ちょっとなんと形容すればいいかわからない、このすごい。いや、もうすごいとしか言えんな。こうしたらすごいよ。でっかいな、山のスケールが。うわ、すごすぎるんですけど。なんすか？あっちが立山で、こっちが後ろにあるから後ろ立山。あれが立山連峰やろ。いや、なんかね、我々のデイ2にしては信じられへんぐらいの絶景ぶりやな。真正面は海やで。あ、そう。富山はおお、真っ白やん。すごいっす。鹿島槍ヶ岳。南米ポーズ出すね。鹿島槍ヶ岳。そして剣。あっちは海。これは前方に見えてるのが五竜岳。日本百名山です。北尾根残る。6時33分。はい。2キロロスト。1時間17分です。はい。じゃあ。こっちやろな。ここに書いてあるから、剣が入るから、ちょっとかがむといいな。あ、青い人いい位置。行きますよ。今日の名言、本当神様出そうですこれ。いやー、すごい。仙人ちゃんか。いやー、なんかうん、そうやな、神々しいよ、何回つけてな。前に海があるしね。うん、すごいね。うん、ね、イメージ通りに体が動く素晴らしさをね、すごい感じてるところ。うん、やっぱり天候って素晴らしいね。こんなところに自分の足で立てるんやね。本当、うん、素晴らしい。あ、人立ってるわ、上の方に。左やろ。岩が張り出してるからさ、頭がここじゃ、うん、やれやれやれ。ご覧ください、この大絶景。こう下がってきて、その、あ、今あの辺に人見えますね。こうね、もうガレバをバーって上がってきて、今ここに龍二さんが登ってきてるんですけど、いや、途中で待ってようか思ったんですけど、ここ急勾配すぎてちょっと足のかけば悩むぐらいの感じのとこだったんで、一気に上まで登ってきてしまいました。ここね、難所続き、五竜岳割と悩むやろ。身軽です。じじかたけ身軽。じじ来ました。これはさすがにこう向きじゃないですか。いいですかね、出演してもらって。お互いに。いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。え、どこから上がってきはったんですか、五竜。五竜。ああ、はい。ちょっと。この先、ガイドのトラックのところが。ちょっと詰まるかもしれないです。染さんチャンネルだ。そうです。登ってます。もうね、近づくとね分かってるんですけどね、ほんで日を遮るもんないから絶対暑いから4時ぐらいに出た人らかな。振り向けば鹿島屋にそしていや剣だけ難所続き、鹿島駅からここまで難所続きはい、時刻は7時40分、はい、3.7キロ、剱岳から2時間25分が経過しております、はい、ここがで一つの区切りだと私は今感じました。ここがいよいよ五竜の取り付けです、はい、この三途の川みたいなこの三途の川振り返れば鹿島槍、そして剣。こっちは真っ白。五竜への道。いやー、険しいよ。傾斜がやっぱりきついわ、思った通り。これ鎖に頼らんと確保する場所がね結構限られてるんですよね。これ本気ですね。本気です。もうちょっとやんでもまっすぐ行って左に行ったらもう終わりじゃん。もうすぐやで。あ、わかりました。頑張ります。いやー、やっぱり日差しが強いとね、消耗するわ。影くれ、影。うわ、よく収まる。ちょっと気がするよ、これ。うん。槍まで見えてね。うん。すごい。いい天気でね。ねえ。ほら、あの辺にいててもすごい。ああ、ほんまやな。ねえ、五竜岳山荘が見えました。すごい稜線公園に続く道。そうやな。いや、でも水ぐらい持っておいた方がええやろうと思ってるな。本物絡みでびっくりすんな。昨日のキレッとぐらいは多かったけど、うん、いやー、無事難所乗り越えまして、はい、時刻は8時49分、はい、距離は 5.5 キロ、はい、キレッと小屋から3時間34分で到着しました。はい、ここでお昼ご飯をね、ちょっとお腹空いたんでいただきたいと思います。はい、オッケーですか。大阪から来られたそうです。毎度。毎度。英語で話しかけたらまさかの日本語だけ。リゴバチ大樹。もう町の都心部に。いいね、山はね。綺麗ですね。ライチョウにも会えたそうです。よかった。またお会いしましょう。またお会いしましょう。無事今日のメインの五竜岳下山してきて、こちらで休憩をさせていただきました。ここにより先はさらに逃げ道はありますね。でもこの表現合ってると思う。ちょっとうっかり向こう側に行ってみようかなとか思い始めた日にはちょっとえらい目に遭うと思います。時刻は9時11分。下山。いざ下山。逃げ道はありません。16分、分岐 5.8 キロまっすぐ行くと唐松岳、下山なんだけどちょっと登ってます。遠見尾根の方に行きます。はい、あれが唐松か。無理やね。一瞬やったな、午前中、もうあっちも全然見えへんくなっちゃって、ちょっとでも晴れてよかったね。熊やと思ったら猿でした。よかった。いやね、左側にさっきから動物の気配がめっちゃしてたんですよ。子熊じゃありませんようにと思いながら、あ、りゅうちゃん、熊スプレー落ちたよ。もうびっくりしたね。あんなとこ行くんや。休憩してました。どこの温泉行きはるんですか。はミミズクかなと思って。ランドステーションスノーピークの横にある。ああ、そうなんですね。はい、ああ。ちょっと急いで温泉行く時間作ります。はい、お酒です。ああ、設計からの風が気持ちいい。10時5分。はい。7.5キロ。はい。4時間49分。何日かな。西東海。よし。中通り、時刻は10時45分、9.8キロ、はい、もう5時間半、ヘロヘロ。地味な丸太がめっちゃ効きました。なかなか楽には下ろしてくれません。どこから歩いてるの？もうだいぶその辺の裏山っぽくなってきたな。そうやね。ロコさんって感じだね。植生がもうね。まもなく駅に着く予定です。これ何や。歩きながら行こう。時間がもうないから。11時39分。今日は12.9キロ。6時間24分の旅でした。無事到着しました。テルキャビンです。感想は後ほど。そうですね。後ほど。通にご利用ください。あ、ありがとう、嬉しい。どんだけ親切、もう冷たいおしぼり嬉しいわ。やりました。リッチな乗り物ゴンドラに乗ってます。一人1600円、3200円支払って冷たいおしぼりをなんとねくれたんですよ。もうね、このおしぼりも最高。もう騒ぐ神みたい。気持ちよすぎる。文明。はい。あ、涼しいな。もう最高か。怖っ。なんじゃこのスピード。おお。はい、お疲れ。もうやけどみたいになったよ、やけど。来ました、ざるそば2枚。じゃん。特急シナノに乗りました。ギリギリ乗り込みました。お蕎麦急ぎすぎて味わからへん。ちょっと残念。書き込んだ。残すの嫌やったから書き込んだ。もうなんかまだこの辺にいて。味わからなかった。美味しかったけどな。美味しかったよ。お疲れ。改めてお疲れです。これリュウちゃんが選んでくれました。